今日はですね、この、網戸、おーちゃんによってですね、破壊された網戸の交換ですね、やっていきたいと思います。で、買ってきたものは、交換用の 網ですね。網と、あとこれですね、今までこのゴムチューブでこう押さえていたんですけども、これじゃ弱いということなので、こういった木をですね、うまく使ってうまいことこう大きさに合わせて切ってですね、でこれで止めていこうかなと思っています。はい、まずはね、これ外していきますね。ところどころ釘を打って止めてるんでね、それを外す感じですね。これですね、これを引っ張って出てくる限り引き上げたいぐらいの感じだね。いやー、暑いですね。あと少しでこの30度超えっていうのもね、そろそろ終わるのかなと思っていますが、どうでしょうか。暑い、よし、一応四方受けたので、あとは余った網戸を切るだけです。あ、ちょっと難しいかも。とりあえず真ん中に1本入れてもよかったですね。2本と、まあ、次ダメだったらまたね、どんどん改良していこうと思います。テルさん、こんばんは。私の田舎の思い出話を聞いてください。私は山の中の小さな小学校に通っていました。1980年代のことです。ある日の放課後、同級生の家へと遊びに行くことになりました。山の小学校よりもさらに山奥に住んでいる友達の家です。見晴らしの良い山の中腹の畑に囲まれたとても古いお宅でした。おそらく戦前、もしかしたらそれ以前からのお宅だったのかもしれません。飴色というか、すすけたというか、とにかくいい色の木造で、家自体も家の中のものすべてが目に新しく興味深かったのですが、とりわけ印象に残っているのは掘りこたつでした。友達がこたつ布団をめくって中を見せてくれたのですが、掘りこたつの底の真ん中に起こった炭が置いてありました。椅子みたいに座って足を下ろして温まるんだよと友達は教えてくれましたが、私は炭でつま先が燃えてしまうのではないかと思って足を下ろすのが怖かった記憶があります。友達は古い自分の家が恥ずかしいと言っていましたが、私は現代風の自分の家よりよっぽどいいのにと言いました。その友達の家に並ぶようにして家が3軒建っていて、皆同じような古い家で、皆同級生でした。そのうちの一人と私は席が隣でした。その子のおばあちゃんが小学校に藁造りの作り方を教えに来てくれたことがありました。小学生のことですので、藁のない方を覚えるだけで時間切れでした。とても残念でした。これら一連の出来事から古い物事に興味を持った私は、その子に何でもいいから昔のことをおばあちゃんに教えてきてもらってほしいと無茶なお願いをしました。
すると翌日、こんな歌をおばあちゃんから教わってきてくれました。陸軍の乃木さんが凱旋す、スズメ、メジロ、ロシア、ヤバンコク、クロパトキ、金の玉、マシフ、フンドシ、シメタ。小学生には意味がさっぱりわからないけれど、不思議な言葉の羅列におまじない的な面白さを覚えた私は一生懸命暗記しました。当時はおばあちゃんの秘密の歌のように思っていましたが、今ネット検索すればこの歌が何なのか簡単にわかるというのもちょっと寂しい気もします。カレンダーの抽選楽しみにしています。もしも当たらなかったらカレンダー買います。はい、ありがとうございました。情景が浮かぶ良い話でしたね。何かこう、ランダムなね、言葉の羅列の中に何か、意味がね、隠されてるんじゃないかなと思わずね、邪推してしまうような、話でしたね。それではね、早速、8月の、抽選会をやっていきたいと思います。とその前にですね、1点、ご報告があります。今年の夏はですね、田舎にまつわる話ということで、まあ、新しい試みやってきましたが、ちょうどね、今タイミングがいいので、一旦ここでですね、募集の方打ち切りたいと思います。でね、まあ今回、これでね、最後の抽選会をやっていこうと思うのですが、またね、何かのタイミングで復活することもあるかと思うので、その際はですね、よろしくお願いします。でね、今回は僕自身もね、新しい試みということで、非常に良い経験になったのかなと思っています。お、もーちゃん来た。よしよし、よく来てくれたね。で、これからですね、カレンダーの抽選会、やっていきたいと思うのですが、そのカレンダーについてもですね、一つ、宣伝の方させていただきたいと思います。このね、以前、発売していた、この、以前のね、2023年のカレンダーと、来年2024年のカレンダーも出来上がりました。今現在ですね、この2つのカレンダーの、展開になっています。で、こちらがね、今回、あ、これが今までのね、今まで2023年かのカレンダーでしたね。こっちでしたね。これが2024年の新しいカレンダーです。できる限りですね、こうあんまり SNS とかで使っていないような写真をね、多めに使っていると思います。こんな写真とかね、実は撮っていたんですね。まあちょっとね、まあここら辺いろいろ面白い写真がね、集まったのかなと思っています。で、9月の末ぐらいからですね、一斉に、発送していきたいなという予定ですので、もしですね、ご希望の方は、早めにですね、ご注文の方をですね、していただけたらなと思います。概要欄の方にね、ベースの URL が載っていますので、そちらから、ご注文よろしくお願いします。はい、それではですね、今回の、8月最後のですね、抽選会をやっていきたいと思います。で、まあ、どのような形でやっていくかと、最後の抽選会なんでね、考えました。はい。これね、普段みんなが食べている、ご飯皿ですね。で、この裏にですね、今回の、参加者のね、方々のお名前を貼っています。小屋株さん、ハムスターさん、これは末よぎさんでいいんですかね。で、きのこさんと。この4人の中で、抽選、していきたいと思うのですが、この中にですね、おーちゃんの好きなご飯を入れてですね、一番最初に食べたものが、当選者としてね、選ばせていただきたいなと思いますね。おっちゃん、というわけで、じゃあちょっと準備しますね。準備してからはね、もうノーカットでやっていきますので、よろしくお願いします。はい、ここにですね、おっちゃんの大好きなフィーラインナチュラルコーヒー、あ、来ました来ました。はい、どれ食べますかね。賢い、おちゃん賢い。はい、正解は、当選者ハムスターさんです。ありがとうございました。早速ですね、メールの方を送らせていただきますので、よろしくお願いします。本当ね、新しい企画ありがとうございました。個人的にはね、また僕はやりたいなと思っていますので、またいいタイミングが来ないかなと思っております。今回も、ご視聴くださいましてありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとう、バイバイと。はい、偉かったね、おっちゃん。賢い賢い、よしよし、はい、賢かったね。